AR-10 はガスオペレーション方式、合計 7.62mm の自動小銃である。ナショナルファイロームズミュージアム EN に展示された AR-10 ジ人ストーナーによって開発されたこの AR-10 は後にアメリカ軍の正式採用小銃となる M16 同様発射ガスの一部を重心から導入して ボルトを作動させる方式を採用しており、直線的な重傷やアルミ合金製のレシーバー、さらには強化型グラスファイバーのハンドガードなどを備えている。AR-10 は合計でわずか1万兆ほどしか生産されなかった。同年代の他の自動小銃と比べ AR-10 の外見は先進的で他にないものだった。1956年に、 AR-10 が発表された当時、この銃は他のあらゆる当時の不評装備よりも 1kg 近く軽量であった。フルオートマチックによる連続発射も非常に行いやすく、セミオートマチックでは精度が高く当時のどんな個人用火器よりも扱いやすいといっても過言ではない画期的な銃器であった。 分解状態の AR-10、AR-10 AR の基本構造は当時フェアチャイルドエアクラフトの1、部門であったアーマライトの重工、有人ストーラーによって開発された。AR-10 の画期的な特徴は、後の M16 に踏襲されることになる。AR-10 は、ほぼ独自の設計ではあるが、一部には、当時すでに実績のあった重機のシステムが取り入れられた。 FN ハースタルノフェル自動小銃と同様に、レシーバーがヒンジで固定されており、アッパーレシーバーとロワーレシーバーがヒンジを介して開くようになっており、メンテナンスがしやすくなっている。また、ボルトのロックメカニズムは、M1941 ジョンソンライフルのものに似ていた。ドイツの FG42 に似せて、重傷を直線的に作ったことで、片付けした状態で、 フルオート射撃した際のマズルジャンプも抑えることができた。フェアチャイルドは現在では A-10 を製造した航空機メーカーとして知られているが、航空機メーカーではプラスチックやアルミニウム、チタン合金の使用は非常にありふれたものであった。一方で、重機メーカーではそれらの素材はほとんどお当時は使用されていなかった。AR-10 のボルトの閉鎖機構。 ガス圧利用の作動方式は当時としては非常に斬新なロータリーボルトとマイクロロッキングラグ閉鎖とリュングマン式のガス圧作動方式を採用していた重心とほぼ直線的に配置された重傷のために上述の通り射撃時に安定しているが頬付けした際に目線が重心よりも数センチ上に来るそのため相談レバーを覆う形で取り付けられたキャリングハンドル にリアサイトが取り付けられた。レシーバーは軽量化のためにアルミ合金削り出しで作られている。ボルトはレシーバーにではなく内部に延長された重心にロックされるため、レシーバーの軽量化に一役買っている。初期のプロトタイプには当時のアーマライト社長、ジョージ・サリバンの強い指示によりアルミ製重心やアルミ、スチール合金の重心が取り付けられたが、 後の製品ではすべてスチール重心が取り付けられている。ストック、ハンドガード、ピストルグリップはプラスチックとクラスファイバーの混合素材で製造される。アーマライトはフェアチャイルドの重機用の新しい素材や機構などを開発する一部門として1954年に誕生した。後に非常に有能な重工として知られる友人ストーナーがアーマライトに加わった。 当時アメリカ軍では陳腐化、老朽化が進んでいた M1 ガーランドライフルの後継となる銃の選定作業を行っていた。スプリングフィールド造兵将の T44E4 と T44E5 は 7.62mm 弾を使用する M1 ガーランドの改良版であり、また FN ハースタルからは FN フェルが T48 としてトライアルに提出された。アーマライトは遅れて、 トライアルに参加し、2兆の AR-10 を1956年秋に、合衆国陸軍、スプリングフィールド国営造兵賞に提出した。交渉におけるテストで、テスト要因から、良好な反応を AR-10 は受け、テスト銃の中で最良との評価も受けた。しかし、常日の通り友人ストーナーの再三にわたる、反対にもかかわらず、社長の指示により、 アルミ合金のバレルを使用していたため、トライアル耐久度を測るために国使された AR-10 のバレルは途中で避けてしまい、採用は見送られ T44 が M14 として1957年に正式採用された。1957年、フェアチャイルドアーマライトは AR-10 の製造権をオランダの重機メーカーアーティラリエインリッチン現社に販売上とした。 銃専門家は AR-10 の系譜を射撃銃、カービン銃、試験銃の他ベルト球団式の分体支援火器など4つに分類する。ハリウッドモデル、スーダンモデル、カトキモデル、そしてポルトガルモデルの4つである。オランダの AI 社はスーダンモデルを先駆けに多くの AR-10 を製造した。スーダンモデルの AR-10 は重心に フルートが切ってあるほか、調整式のガスレキュレーターを備えており、重さが 3.29kg と非常に軽量である。しかし AR-10 の製造は、グアテマラ、ビルマ、イタリア、キューバ、スーダンそしてポルトガルでのみ行われ、その数は限られたものであった。スーダンでは、ゲリラ部隊や隣国との戦闘において、AR-10 が使用され、露角された。 AR-10 はアフリカ諸国で非正式ライフルとして採用されたほか、ゲリラ部隊やさらにはフランスの植民地でも使用された。AR-10 は1985年までスーダンの特殊部隊において使用された。1958年には 7.62X39mm 弾を使用する AR-10 が試験的に極小数フィンランドとドイツで製造され、 性能試験が行われた。イタリア海軍は海軍潜水部隊が AR-10 を採用した。上述のドイツとフィンランドのほかオーストリア、オランダそして南アフリカ共和国も AR-10 を少数購入して性能評価を行った。さらに1958年には100兆の AR-10 がキューバのフルヘンシオ・バティスタ政権によって購入された。 当時キューバで武装闘争を行っていたフィデルカストロの部隊によってキューバに納入された AR-10 が露覚され、後にフィデル、その兄ラウルとチェゲバラによって AR-10 の発射試験がハバナ郊外で行われその破壊力に驚いたという。フィデルカストロは後に露覚した AR-10 のうちのいくつかをドミニカ共和国の共産革命家に流していた。 そして当地では実際に政府軍との銃撃戦で射殺された共産ゲリラの遺体からキューバから持ち込まれたとみられる六角兵器が発見されている。オランダの AI 社の AR-10 の最終モデルがポルトガルモデルと呼ばれるタイプである。このモデルは1960年にブリュッセルに本拠を置く武器取引会社サイドムインターナショナルによってそのほとんどが ポルトガル空軍に売却された。この銃はアンゴラやモザンビークにおいて現地の精鋭部隊相手にポルトガルの空挺隊員の手によって使われ非常に激しい戦闘を経験した。ポルトガルでは AR-10 はその精度の高さとアフリカでの過酷な使用状況において証明された高い信頼性及び評価を得た。ポルトガルに輸出された AR-10 の一部は AI 社の回収によって、高額サイトの取り付けが可能になった。この銃は狙撃隊員や警備要員が遠距離から敵を排除するのに使われた。他の大部分のポルトガルモデル AR-10 は空挺隊員によってライフルグレネード発射などに使用された。AR-10 に内蔵されていた発射ガスのカットオフ機構はガスシステムの調整なしに重厚に取り付けられた。 専用のグレネードを発射することが可能であり、ライフルグレネードを発射する際に使用する空砲も自動装填によって廃車や自弾の装填が行われた。これによって重厚にグレネードを差し込むことによって次々とグレネードを連続発射することができた。主にグレネードを連続して打ち出すことによる衝撃からストックがすぐすり減ってしまうことがあり、 ポルトガルの AR-10 の中には、連続したグレネードの発射衝撃に耐えられる、要金属製のストックを装備したものもあった。ポルトガル軍では AR、AR-10 の装備を計画していたが、オランダが AR-10 の禁輸を発表したために計画は、頓んざし、代わりに伸縮式ストックを持つ H&K の G3、アサルトライフルが採用された。しかしながら空挺部隊では、 AR-10 は使用され続け、1975年、東ティモールにおける革命の際にも使用されたという。1958年には、アーマライトは AR、AR-10 を元にして 5.56mm 口径の AR-15 を開発した。アーマライトは継続して AR、AR-10、および新型の AR-15 軍隊に、販売しようと営業活動を続けた。 ここで言う AR-10 はオランダの AI 社が製造する AR-10 ではなく AR-15 を元にして作り上げた AR-10A というモデルである AR-15 には各国の軍から大きな関心が寄せられたが AR-10A はその正反対であった1959年アーマライトは AR-10A 及び AR-15 の 製造権をコルトに売却する。後に、コルトの AR-15 は、アメリカ軍の正式採用ライフルとして採用され、アーマライトの営業能力の低さに腹を据えかねた。フェアチャイルドは1962年にアーマライトを分割した。1960年までに、オランダの AI 社は、すべての AR-10 の製造を終了した。 その当時まででわずか1万丁ほどの AR-10 が製造され、そのほとんどがフルオートマチック発射が可能な軍用モデルであり、単発のみを備えた民間用モデルもごくわずかであるが製造された。AR-1889 式小銃 AR-15 の製造権が売却され、AR-10 の製造を打ち切っていた。 アーマライトは 5.56mm 及び 7.62mm の新しい型の小銃を開発した。この銃は従来型のがスピストン作動を採用し AR-10 ではアルミ炭造であったレシーバーをスチールプレス方式のものに変えて製造した。7.62mmAR-16 がその新型銃のプロトタイプとして製造された。そして AR-18 が アーマライトをはじめとした各企業によって少量を生産され、その作動方式は後のいくつかのアサルトライフルの見本にされた。1970年までにアーマライトはすべての重火器の新規開発を中止し、会社は倒産寸前に追い込まれた。後にスーダンとポルトガルで使用された AR-10 がアメリカ、カナダ、オーストラリアそして ニュージーランドの民間市場に流れた。アメリカ以外の国に流れた AR-10 のフルオートマチック機構は排除されていた。しかし、オーストラリアでは1997年の10規制によって2500兆もの AR-10 が回収され廃棄された。アメリカに流入した AR-10 の多くは分解され、パーツとして輸入されたが、ごく一部は クラス3火器として合法的に輸入された。これらの部品は民生用の重火器と組み合わされて合法的に所持できるように改造された。1995年にイーグルアームズのオーナーであるマークウェストロンがアーマライトを買収しアーマライトインクに企業名を変更した。その後アーマライトは現代版の AR-10 を開発した。これは AR-15 営業元に 7.62X51mm な投弾を使用する銃であり、各種の補強及び改良が施されていた。もともと AR-15 は AR-10 をスケールダウンしたものであったが、皮肉なことに新しい AR-10 は伸縮式ストックを装備したカービンモデルや射撃用マッチターゲットモデル。 そして300レミントンショートアクションウルトラマグナムを使用する AR-15 発展型のスケールアップモデルとなり、精力的に派生型が開発されている。日本では現代版 AR-10 セミオートモデルが少数ながら狩猟用途で所持許可されている。平成11年頃に AR-10A2AR-10A4AR-10T の3モデルが 輸入販売された当然ながら銃刀法の要件を満たして、所持許可された一方で、外観の軍用銃的な印象を払拭できず、領銃としての適正を疑う物議を投じることとなり、間もなく、公安当局の所持許可方針が変更された。その結果、現在、所持者の要件を満たす限り許可の更新は、継続されているが、新規の所持許可及び譲り受け、 とは、不可能とされる。アーマライトの AR-10A に開発以降、新型の AR-10 は登場しなかった。しかし、20世紀の終わりから、米軍は中東の戦闘に入ると 5.56mm 弾の威力不足を知り、急務の策として M14 を復活させた。M14 の復活により一部の重機メーカーは7.62位。 X51mm な投弾を使用する M16 の開発に乗り出した。その結果ナイツアーマメント社は SR-25 を開発し、ドイツの H&K 社は HK417 を、オーバーランドアームズ社は OA-10 を開発した。近年 AR10 は進化し始めた。L129A1 また、 AR-10 をベースとした 7.62X51mm ナトーダ弾を使用するルイスマシンツール社製のシャープシューターセミオートライフルをイギリス陸軍が L129A1 という名称で正式に採用する。ありがとうございます。